ヒンジガヤツリ属は、カヤツリ草かの植物の属の一つ。見かけ上は、カヤツリ草属に近いが、こぼの構造ははっきりと異なる。ただし、その構造には、若干の議論がある。ヒンジガヤツリ属の植物は、すべて根質用を持つ草である。一年草か多年草で、根本から細い葉を出し、家計を伸ばして、その先端に果樹をつける。果樹の基部には、 養生の包みがあるが、途中には節も葉もつかない。果女は、多数の輪片が螺旋状に並んだ形の方単位とし、これが数個、互いに集まって登場につく。俗名は、日本本土に唯一自生する種に基づくが、これは、品坂や釣りの意味で、この方が、休憩に近く、それが普通は三個集まるため、その形を、漢字の、品の形に見立てたものである。 小花は基本的にはすべて同型で、すべて両性化。お寿司べは1から2個、中等の基部は膨らまず、成熟後に脱落する。小花は外側を1枚の輪片で覆われるが、その内側にさらに1体の輪片様の構造がある。これは全容と言われる。つまり、外側にしっかりした輪片があり、その内側で小花はさらに内外1枚の薄い輪片に挟まれている。 このような配置は、イネ科に見られるものに似ており、カヤ釣り草科では珍しい。イネ科やカヤ釣り草科において、果樹を構成する単位をコボという。一般には、複数の輪片が重なり、その間に花を収めるものであるが、単に輪片が重なった方であればコボというわけではない。もっと具体的な構造に基づくものであり、また、それは属などの分類における重要な特徴とされる。 例えば、同じように球形にまとまった方、軸の先端につけるものでも、青点付きのそれは全体が一つのコボであるのに対して、ひめくぐの場合、コボは小さな針状の構造で、丸い方はそれが多数集まったものである。一般に、かやつり草かのコボでは、一枚の輪辺の内側に一個の小花があるものが単位となり、それが複数集まるのが普通で、 個々の花の構成要素としては、オスしべとメしべ、それに可変に由来する構造が付属するという程度で、より多くの林片を含む例は少ない。それを含めて、この属のコボをどう見るかには、議論がある。現在日本で目にする図鑑の多くでは、丸く固まった穂の全体を、一つのコボとみなす記述となっている。これは、この分野の日本の大家である。 大津木三郎がこの説を支持していることによるらしい。その中にも二説があり、その一つは、この類を、菅ヶ谷に近縁と見て、内側の二辺の輪辺を、現在ある小花の基部にあった二つの耐化した花の輪辺に由来すると見るもの。もう一つは、ホタル遺族に近縁と見て、この二枚を、可皮辺に由来する構造物と見るものである。これに対して、 小山はむしろ小花1個を含む単位こそが、小ボだとの説を出している。それによると、外側の臨辺は小ボの基部にあったもので、その内側に花が2個あり、それぞれ臨辺に包まれた構造から、下側の花のみが退化したと考えるのが適当だと言う。これは、姫めくの例によく似ている。姫めくぐでは完全な花は1つしか含まないが、退化した花の臨辺が、さらに多く、 それが、より退化した形と見ることもできる。さらにこの類は C4 植物であることが知られており、そのような点でも、ひめくぐる糸の類縁が考えられるとする。また、熱帯地方には、同様に小花に臨辺的構造を含む属がいくつかあり、それらをまとめて、ンジがやツり属とすることも主張している。このような従来からの議論に対して、かやつり草属を含む、 分子系統の解析から本属は多系統であり、しかもカヤツリグサ属の系統に収まるとの判断が出ている。その扱いはまだ確定していないようである。世界の熱帯を中心に約15種が分布する。アフリカに種数が多い。普通は湿地や水際に生える。ヒンジガヤツリは水田雑草としてよく見られるが大きいものでないので重視されない。日本には 以下の二種がある。以降の記述は基本的には佐竹他による。この項は小山による。ありがとうございます。